この歌は。ああ、コウ君。悪い。邪魔しちまったな。別に邪魔だなんて思わないけど。でも君、私が一人で歌ってる時によく現れるわよね。さては最初から追っかけしてくれてたとか？偶然だ偶然。しかし、相変わらずいい歌だよな。ウィッシュウィングか。君たちのおかげで、私の一番大好きな曲になったわ。この曲を口ずさんでいると、一人じゃないって気になるのよね。そうか。そういや、他のスピカメンバーは巻き込まれてはいないんだよな。うん。それは大丈夫。みんな自宅は森宮じゃないし、タワーでのイベントもなかったから。むしろ安心っていうか。頑張らなくちゃね。もう一度、みんなと会うためにも、スピカの歌で、世界中の人たちを元気にする。私たちは、そう誓ったから。相変わらずのスポコンっつうか。そうだな。俺も信じて頑張らねえと。おい。ごめんね。私、君に何もしてあげられてない。本当は、私の歌で勇気をあげたいけど、しおりのことだって。そんなことねえよ。これでも感謝してるんだぜ。お前と知り合ったおかげで、今まで興味なかったアイドルのことも、だんだん分かって、陰で頑張ってるお前の姿に、どれくらい勇気づけられたか、わからねえからな。コウ君。昼間だって、ちゃんとしろって、真正面から劇を飛ばしてくれただろ。そんな風に、いつも通りの久我山リオンでいてくれよ。俺を、ファンにしたのは、そういうお前だったんだからな。そうね。ちょっと私らしくなかったかも。自分にできることなんて、私が一番分かってたはずなのに。続き、歌ってもいいかな。今度は、コウ君、君のために歌ってあげたいんだ。ありがとうよ。今日一番の歌声で頼むぜ。ラララ。